スマトラ沖地震の被災地に入った日本の国際緊急援助隊は活動範囲を広げて生存者の捜索を続けています。こちらは会社や商店などが入っていた3階建ての建物だったということなんですが、完全に崩れ落ちています。地元の人たちが見守る中、日本の国際緊急援助隊による生存者の捜索活動が始まりました。地震による行方不明者は1000人に上るとみられています。2日から活動を始めた国際緊急援助隊は範囲を広げ、パダン市内の倒壊した建物がある一帯で生存者の捜索を続けています。住民らから地震発生当時の状況を聞き、生存者の反応があるかどうかを確認していました。sekarang lagi ada rescue team tim penyelamat dari Jepang. Menurut Anda bagaimana perasaannya? Bagus Bu. Kita dari pihak dari Sumbar berterima kasih dari pihak Jepang Bu. 4日には自衛隊の先遣隊も現地入りします。